元気の皆さん、おはようございます。社長です。本日は東日本大会まで3日前となりました。先日の九州大会が終わって、まだ数日しか経っていません。次の東日本大会はもう間もなくというところで、まだね、九州大会の熱かっていうか、興奮が、冷めないうちっていう感じなんですけど、また大会に向けて準備を始めているというようなところです。まあこの1週間後に大会をやるっていうのは今年なんだかんだで4回目になるのかなと思うんですね。まあ4回やってるから慣れてるっていう考え方もあるんですが、まあ中1週間でステージに立つっていう体のきつさを、まあ、知っているっていうか、知っているのにやるっていうか。そういう意味ではね、我ながらよくやるなと思いますよね。今シーズンは4月の京都大会から地方大会が終わる10月最後の最後まで、戦ってこれたなっていうふうに思ってます。あと1戦ね、最後もね、また、いい結果を残せるように、頑張っていきたいなと思っております。元気の皆さん、引き続き応援の方よろしくお願いします。また、先日の、九州大会への、祝福のコメント、皆さんたくさんありがとうございました。YouTube や Instagram でね、たくさんの方からお祝いの言葉をいただきました。そのお祝いの言葉をね、また力に変えて次の大会も臨みます。ということで、朝ごはん食べます。プレワークです。よし、筋トレしますか。Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless.The pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag.会場到着です。早速ですけど。元気の皆さん、おはようございます。大会の2日前です。この2日前ぐらいがね、一番辛い。ちょっと元気がないっていうか、体から力がみなぎらないんですよね。なんかずっとちょっとかったらくもありっていう感じですね。まあなんとかね、ここを乗り切ってあと2日か頑張っていこうと思います。お付き合いよろしくお願いします。よし、これ飲んで筋トレしようと思います。力振り絞ってやりますか。
Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down. はい、元気の皆さん、今ね、職場行って買い物終わって帰ってきました。なんとかね、今日乗り切ることができました。ということで、もうお腹ペコペコなんでご飯食べようと思います。で、明日からですね、カーブアップっていうんですかね、糖質を入れていくということで、今日までは糖質なしでね、ご飯を食べようと思います。また同じ牛肉です。食べましょう。いただきます。もう飽きた。まあこの時期になるといつも言ってるんですけど、食べ物にはねエネルギーがあります。枯渇生活を続けてるとそれが本当によくわかる。食べ物はね、人間の体にとって必要なものですね。当たり前かもしれないけど、なんか何回もそれを再認識します。研究の皆さん、おはようございます。大会前日の朝になりました。いよいよここまで来たなっていう感じですね。体重の方は前回の大会と同じぐらいの体重ですね。前回が 65.1 だったのかな。ということで、仕上がりは同じような感じになってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、つまりね、自分の中では、コンディションバッチリな状態で臨めるというような感じです。今日は大会前日ですが、一日仕事があるので、まあ、そっちの方もね、やりきって、そして明日の大会に向けて準備しようと思ってます。今日は久しぶりに糖質も入れるので、それがね何よりも楽しみです。ということで、朝ごはん食べていきましょう。僕が勤めてる職場はね、人も多いんで、まあ、いろんな人がいるっていうか、たくさんの人がいるんですね。なので僕がこう大会に出てることを知ってる人もいれば、知らない人もたくさんいます。まあ、知らない人の方が多いぐらいですね。知らない人からすると僕が減量してるの分からないんで、
なんか急に痩せたけどどうしたのとか、なんかすごい細くなっちゃったけど大丈夫とかね、そうやって言われるんですよね。そのたんびに、いやフィットネス大会を目指してて減量で絞ってるんですって言う体力がないなのでいつもそうですねって言って愛想笑いしてやり過ごしてます。このやりとりが一番体力削られるまあね、仕事するわけにもいかないですしね、かといって事細かに説明することもねちょっと大変なんですよね。そこに体力を奪われたくないっていうか、他の選手たちはどうしてるんでしょうか。まあ、全員が周知してればね、まあいいのかもしれないですけど、ちょっと人数があまりにも多いんで、全員に知れ渡るのは無理かなと思ってます。まあ、ちょっと、愚痴っちゃいましたね。ということで、先ほどスーパーで大福買ってきましたんで、食べようかなと思います。豆大福、来ました。今日はね、もうすでにね、どら焼きとかバナナっていう糖質を入れてるんですけど、あえて豆大福だけは、職場では食べないようにしました。ここで元気の皆さんの前で食べようかなと思います。よし、これからいきますか。いただきます。豆大福タイム。うん、うん、あ、来た。うん、うわ、今日来るな。うん、吸引できた。うん、うまっ、すっげー美味しい。うん、誰からね、何と言われると、所長は選手ですから。もう一個。また急に行ってきた。うん。体にエネルギーが戻っていく感じがしますね。うん。美味しい。はい、ということでね、豆大福を食べて、少し元気が出てきました。ちょっと大会前ってネガティブになる時ありますよね。きっと全国の選手はそうなのかもしれない。いや、そんなことないか。ポジティブの選手はポジティブですね。ちょっと今回は珍しくネガティブになったかなと思います。明日は今年の所長にとって最後の地方大会となってます。開幕の京都大会から数えて11戦目のステージです。明日も熱いステージにしたいなというふうに思ってます。明日は、所長はゼッケンナンバー12番ですね。今季初めてかな、12番は。12番を皆さん応援してください。もうすでにね、何人かの選手から DM も来てます。そんな皆さんとも、そしてまた研究員の皆さんとも会場でお会いできることを楽しみにしてます。負けるな中年。楽しめ中年。輝け中年。目指すは今年9つ目のグランプリです。この東日本大会を制して、そして11月の日本大会へ向かおうと思ってます。力強く頑張っていきたいと思います。研究員の皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、たしゃ。先日九州大会の時に買った、つくし餅。これ食べないで取っといたんです。こんな感じ。おー、危ない。ああ黒蜜が。このつくし餅は、山梨の信玄餅によく似ています。いただきます。あ、美味しい。うん、吸引できた。